はい、今日もね、将棋坊主やっていきたいと思うんですけど、実はですね、音声トラブルにより後入れの音声でやらさせていただいております。はい、ということで、まあ棒銀がね得意戦法の方だったんですけど、まあ早速ね棒銀にしてきました。うん、ここは向かい飛車でね戦っていきたいと思いますけど、なんかもう棒銀対策チャンネルみたいになってますよね。結構ねこの対局すごいグイグイ棒銀が来たんですね。まあ結構来てるんで端ちょっとついといて銀がね早めに上がれるようにセットしました。でまあ一応ね銀上がっといて、まあこう分かりやすいね棒銀の形を取ってきたので、このタイミングでそうですねちょっと突き返したらどうなんだろうと思って突き返しましたね。そう、結構ちょっとこれはなんか歩交換できて、まあそうですね悪くないなっていう気はしましたね。でここで一回引くんですかね。引いて、まあ、銀が上がってくるんですけど、この銀上がりはねさすがに歩でもう逃げ道がなくなっちゃうんで、まあ、これちょっと無理攻め気味だったかなっていう感じですよね。うん、まあ、一瞬叩かれたんですけどよくわかんなかって、まあ、問題なさそうなんで取りました。でねもう銀が捕まってるんで、まあ歩でもやっぱ交換したいのでこれは取ってきましたね、さすがに。さあこれどうなんでしょうね。まあ銀毒ってやつですね。まあ一応そうですね、ここで歩を叩いてきて一回穏やかになると思いきやこう突っ込んでくるんですね。でここではっきりとまあ優勢にはなったかなっていう感じですね。まあ優勢とはいえね、お互い玉なので、まあまだまだ分かんないかなっていうところで、まあこっちとしてはまあ飛車が成り込めるので、まあそれをまず受けれないっていうところがでかいかなと思って、まあちょっと飛車の打ち込みもね、まあ今のところないんですよね。なんでこっちだけが成れる。しかも大手で成れるっていう状態だったんで、そうなんですよね。これで竜ができて、まあ、こっち二枚飛車なんで、まあ、かなり有利かなと思ってますね。角がね、まあ、打ち込む隙はあんまりないんで、まあそうですね。飛車打って、まあ、これかなりいいんじゃないかなって思ってました、この頃は。で、まあ、この金寄りでね、ちょっとカチカチになっちゃったんで、まあ優勢な時は駒得していけばいいかなということで桂馬をね取りました。うん、ここら辺でまあそうですね、僕が考えてたのはまあどうやって王様を追い詰めていくかっていうことを考えてましたけど、結構ね金銀が結構しっかり残ってるので、相手はまあ攻める手口がないんですけど、なんていうんですかね、守りは固いみたいな感じになってますね。で、まあとりあえずなんか端歩ついてきたんですけど、まあ、これはまあさすがに取った方がいいかなと思って取りましたね。うん。で、角の打ち込みだけね、気をつけないといけないなと思ってて。角が、まあ、2枚あるので打ち込みと、まあ、角成りですねのラインだけは気をつけないといけないなっていうことで、まあ、ここでね香車も取らせていただいて、まあ、かなり駒得になりましたね。まあ香車桂馬銀があるので、まあ、じっくり行ってもいいのかなっていう感じなんですけど、さあ相手の方もねこれ攻め難しいですよね。角をどっかに打ちたいなっていう気持ちはあると思うんですけど、結構竜とかがねピッチリ効いてるから、まあ迂闊には打ち込めない状態ですね。うん、
まあ、僕はこの時はどうやって攻めるかだけをずっと考えてましたね。でちょっとこれね受けにくい手なんですけど、まあ銀取られるのはまずいなってことで、馬作られるのはまあいいかって感じでね。まあ5五角の方が嫌でした。5五角はでもまあ竜逃げときゃいいか、桂馬効いてるから大丈夫か。うん、まあ、これ結構嫌な手でしたね。まあ馬ができるけどだからなんじゃいっていう感じで守りましたね、ここは。でここで香車で追っ払うんですかね。これがね、香車がまあズドンと効いてくるので、まあ、逃げるとなれるよっていうところですね。香車成り込みかなり大きいですから。とはいえ馬を上げるわけにもいかないので、まあ、結構個人的には強い手だったかなとは思いますね。ここは結構ねいろいろさせる手はあるんですけど、まあ、いざこうなってくると難しいですよね。さあこれでね、まあ、相手は馬取られるし逃げれないしみたいな感じでちょっと悩んでますね。まあどうですかね、まあ、普通に馬逃げるのが普通かなと思ったんですけど切ってくるんですよね。でまあ同玉と取って、でまあ銀上がって受けていくんですけど、どうしようかなって感じですねここはね。まあでもそんなに慌てて攻めなくてもいいのかなということで、ちょっとねいろいろ攻めるといっぱい考えてたんですけど、僕はここはじっくり行くパターンでいきますね。相手金しか持ってないんで、まあ変な攻めっていうのはないんですけどね。ちょっと64系は考えてましたけど、うん、64系を自重して一回ね、左桂跳ねて、まあこう参戦ですよね。桂馬参戦させますね。うん。まあ桂馬も打ちたいなとは思ってたんですけどね。次、桂馬飛んだ時に、まあ、角とね、王手で、王手角取りになるんで、まあ6四はちょっと打ちたかったんですけど、まあ銀上がって受けてくるのかなっていうのが見えてたんで、まあ、桂馬上がってじりじり行こうかなという感じですかね。さあここもね結構相手の方はもう金しかないんでね、攻める手がなくてちょっとかわいそうな感じにはなってるんですけど、まあ、早く詰ましてあげたいなという気持ちもありつつ、まあ、下手にね攻め込んでいって、まあ、駒いっぱい渡すと、まあこちらの玉形もねそんな綺麗な形ではないんで、まあ、飛車なんか渡しちゃうと結構危なそうなんで、まあゆっくりした攻めでいこうかなっていう感じですね。でこれまあ竜がね桂馬飛んだとこに効いてるんで、まあ、何かしら仕掛けられたとしてもいいかなと思うんですけど、まあでも桂馬跳ねたいので、確か、そうですね。左に桂馬跳ねたのかな？うん。超遅行って感じですよね。まあでも確実ですよね。確実な攻めで繋いでいくって感じで。うん。桂馬跳ねましたね。さあ。相手もね、もう、金と歩しかないんでね。タレフ作りたいんですけど、まあ、このタレフは銀効いてるんで、まあ、正直あんまり痛くはないかなっていう感じですね。まあ、取ると角が出てこれるよっていう主張だと思うんですけど、まあ、手としてはそんな速くないので、一回ね、竜が入って、竜入っていって、まあ、このね、金の分厚い壁をね、破っていこうという作戦に出ました。うん、ここで桂馬跳ねですよね。5分。まあ、王様の逃げ道もできるんで、まあ、跳ねたいとこですけど、まあ、ここちょっと悩んでまして、まあ、一応ね、
桂馬の跳ねた先は駒が効いてるんで大丈夫なんですけど、うん、右の桂馬跳ねるのは大丈夫なのかなとか考えてますね。で、まあ結論的に銀が上がるのより、もう桂馬取ってこいよって催促した方が強いんじゃないかなと思って、歩をつきます。うん。まあこれは間違いなく跳ねてきますよね。駒損しちゃうんで。まあでも、そんなに痛くはないかなっていう感じでしたね。桂馬跳ねてもね、まだ歩が伸びてないんで、まあこれは平気かなっていう感じで見てましたけど、まあそれよりもね、次どう攻めるか考えてましたね。さあ、まあちょっとね、これ意外だったんですけど、これ左に来るんですよね。で、金打ちと。うん、まあこれ狙ってたんですけど、まあこれはでも、そうですね。ちょっと悩みますよね。どう指すのが正解なのかなっていう感じで。まあでも攻めるのが正解ですよね、多分ね。まあなんか3七角とかで、ね、あの、下段の金を狙っていくのはありだったかもしれないですね。同金と取れないですからね、竜が効いてて。まあ、そういう攻めもありかなって思ったんですけど、まあ、こう桂馬打っちゃうんですよね。まあ、退路封じってやつなんですけど、まあ、これはちょっと微妙だったかなって感じですね。まあ、でも、こう、歩成りだったんで、うん、これは歩成りなんでかなり遅いと見て、まあ、駒取られてもいいやっていう感じで、まあ、攻めに転じるっていう感じですかね。まあ、桂馬なっていきますね。まあ、ちょっと遅いんですよね、手としてね。なんで、ちょっと微妙だったかな。で、相手はと金とね、金を使って攻めていくんですけど、まあ、これはそんな怖くないですね。金が、まあ、効いてるっていうのもあって。なので、3分。まあ、これ、後から考えると、まあ、9五角とかね、角で狙っていくのはかなり強かったかなと思うんですけど、まあ、ちょっとひらめきがなかったですね、ここはね。まあ、角持ってるんで、角をどこ打ち込めるかを考えた方がいいですね。まあ、ゴリゴリの足し算をしていくわけですね。ちょっとなんかセンスがないですよね、この辺ね。自分で言うのはなんですけど。あんまりセンス感じなくて。で、まあ、王様逃げて、まあ、王様逃げたんで、まあ、相手もね、これ以上攻めが続かないということで、そうですね。考えてますけど、攻めがまあ続かないですよね、これ以上ね。なので、こっちはまあ、こっちの手を考えるべきだったんですけど、どうですかね、もう。ズドンと言った方が良かったかもしれないですけどね。相手の方はこれどうですかね。かなり歩しかないんで攻めようがないですね。端歩ついて濁したんですけど、まあちょっと遅いんですけど、ここでね、桂馬成り込んで、もう完全に殺到していく感じで、もうこれで行くしかないって感じですね。さすがに、この物量で攻められると、まあ、相手玉はもう、受けがなくなりますね。銀とか下がってくるんですけど、まあこれは全然、そうですね。2分30秒。まあ、これ、送りの手筋の方が良かったですかね。うん。送りの手筋した方がかっこよかったかもしれないですね。7八金取って、まあ、同玉に竜が寄っていくっていうね。まあ、この形の方がかっこよかったかなって思うんですけど。ちょっとね、寄せ方としては、かっこ悪しと。
行ったところで、まあまだまだちょっと修行足りないなって感じましたね。さあ、これでもう無理ですね。罪しかないので、迷子も効かないんでね。ここで投了となるわけですね。結構、まあ、序盤の優勢をね、そのまま生かしていった感じで、しかし、将棋ウォーズを勝ち抜くのは、まあ、曲もね、あんまり綺麗な形ではなかったんですけど、まあ、そうですね、なんとか勝ち切れたかなっていうところで、はい、対局ありがとうございました。まあ、後入れ解説なので、ちょっとテロップないんですけど、また見てください。ありがとうございました。